の状況を利用してと言ってはなんですが、私が取材した片桐選手の情報をご紹介しましょう。本名は金谷ビントン。片桐という名字は日本人の父方のものと考えていいでしょう。本籍は英国ケンブリッジ、名門ロイヤルドニントンパークレーシングスクール、略して RDRS の出身です。4歳でカートを始め、7歳から英国カート選手権に参戦。その後2年で英国の著名なタイトルを6つ取ります。10歳で F4 参戦、こちらも2年でタイトルを奪取。ちょっと待ってください、とんでもない経歴じゃないですか。レーシングスクール訓練生には日本でいう卒業試験のようなものが義務付けられているのだそうですが、そこで片桐選手は全てのミッションでトップ通過を果たして卒業していったそうです。その時叩き出した総合得点はスクール始まって以来の新記録だったそうで、現実のコースでもシミュレーターでもタイムを作るセンスが尋常ではないレベルだったと RDRS 関係者が興奮気味に教えてくれました。それほどの逸材ですから、卒業前から多くのオファーがあったそうなのですが、驚くべきことにその全てを蹴って故郷の実家に引きこもってしまったそうです。さて、私の取材には一つサプライズがあります。なんとドニントンのアカデミーには日本人の講師が一人在籍していたというのです。彼の名は匠藤原。